はい、じゃあ続きやっていきます。ここは聖夜でいきます。7番目の9まで行ったんですけど、まあ見直してみたら声が入ってなくてですね、今これ取り直しでやってます。パスワードをメモしなかったんで、戻れなくなっちゃって最初からやってここまで来ました。なので、セブンセンシズの数値がね、前の動画とちょっと、辻褄が合わないことになってるかもしれませんけども、まあ、このまま行きたいと思います。300ぐらいにしとこうかな。600残しでいきましょうか。目標はですね、この目標は、ボスまでに、まあ、800ぐらいはセブンセンシズ貯めたいですね。この辺で貯めようかな。700近くまで。この辺は岩が飛んでこないんでいいですね。まあ、やっぱでも聖夜、あれですね。あ、来た。聖夜、射程がやっぱり短いんで、なかなかね、セブンセンシズ稼ぐのにはもうちょっと向いてないかなって、僕的な感覚ですけどね。やっぱ、飛竜と氷河がね、稼ぎやすいですね。あぶね。いけた。もう狭い足場、本当に苦手なんですよ。よし、ここで、800まで貯めます。これ倒したら行きますね。行きましょう。あら、ミスった。よいしょ。この四周を通る者は殺す。なんだって？味方のはずのアイオリアさんがちょっと様子が変ですね。まあ余裕があるんで、セブンセンシズ使っていきましょうか。よし、行こう。話してみますか。俺はこの四式を守るレオのアイオリア、それだけだ。一体どういうことなんだ？いきなり攻撃してきましたね。マジか。きつ。お前は強行が悪と指示使えているのか。俺はこの四式を守るレオのアイオリア、それだけだ。どうしたんだ、アイオリア。戦うしかないみたいですね。水星拳。効かない。やば。かわせね。強っ。一気に持っていかれた。水星拳。まだフラング足りねえのかな。あ、ダメだ。からのカシオス登場。俺が聖夜にとどめを刺してやるぜ。なんて卑怯なやつなんだ。カシオスはですね、聖夜がセイントになるべく修行してた時のライバルに当たる人ですね。まあ、
せいやが着てるペガサスのクロスを争った中です。これはシャイナさんのためにせいやを、シャイナさんというのはカシオスの師匠にあたる人です。そしてカシオスに助けてもらって復活。ここはもう惜しみなく使っていきます。アイオリア強いんで、セブンセンジでまた貯めればいいだけなんで、もうほとんど空ですね。いきましょう。新聖剣効かねえな。まだフラグ足りねえのかな。次話しかけてみますか。攻撃力が落ちてますね。話す。変わらねえよな。ダメだ、変わらねえや。流星剣。あ、食らったね。食らった食らった。変わってるかな。変わしたね。かわしたかわした。新聖剣。よーし。ここまで来ればだいぶ弱ってるんで。だいぶダメージが抑えられましたね。水星剣。いいですね。いい感じで弱ってますね。あー、かわせね。割るところまで来たかったけど、まあいいでしょう。よーし、あと一撃で倒せんじゃない？これかわしたいよね。あ、食らったけど大丈夫だ。これ倒したんじゃない？いけましたね。お、俺は今まで何をしていたのだ。カシオスは俺を先へ行かせるために自らを犠牲にしたのか。そして俺を目覚めさせるためにお前の死は決して無駄にはしないぞ。これはですね、強行の、精神攻撃っていうんですかね。それでアイオリアが操られてまして、目の前で人が死なないと正気に戻らないっていう、まあそういった技だったんですけど、カシオスがまあ犠牲になったって形ですね。はい、じゃあとりあえずこの動画はここまでにしましょう。続いては第6番目の級になりますね。とりあえず、ここまでご視聴ありがとうございました。次回もまたよかったら見てください。さようなら。